新規かな。塗装階段と2階天井と廊下の天井ですかね。いや玄関側の廊下の天井が多少解体しないので書いてないですね、うん、2階の天井残しのところは多分塗装です、ね、右が一番右の、うん、玄関はグレーっぽいやつがいいですね。アクセントにするか全部グレー全部同じ部、はい、この空間は何もしなくていい。そこははい普通でいいです。ここだけグレーで、はい、ここでしょ。右から2番目がいいですね。これですね、はい、ちょっとさっき言ってたのこれですね。これです、はい、これはちょっと暗すぎますし、これは明るすぎます、はい、これ薄い。1階と2階と分けるっていう。ああそうですね、確かに、うん。でもこれの現場お見せしたら薄いな。あ、これですか。って言ってたと思います。はい、東明寺でこれ全部これ使ってるんですけど。写真を見たいですね。もしグレー一色とかだったらこっちの方が。あ、本当ですか。これあります？これはないです。ないですか？注文しないと。あ、なるほど。ないんですけど、2832。これですね。うん、ちょっと多いか。ちょっと白は白だと、この付箋のやつ。白はメーカーが違うんですけど、じゃなくてもいいですよね。あ、はい、大丈夫です。あ、なんかありますね。壁紙じゃない方がいいです。壁紙がタイル貼ったってことですか。あ、タイル床材。いや、エコカラットはもう壁用の石のやつです。あとは白でいいですか。じゃあグレーって言ったんですね。全部グレーですね。このクロスを全部貼りたい。ここは白でもいいかもしれない。1階は全部これがいいです。ちょっとしてくれる。ここもですね。後日でもいいです。今、ちょっと。後日にしますか。今年の作業してる間です。ちょっと考えます。時間、お時間あるなら。はい。やはりとスリー
この床？あ、床あるんですか。はい。これ畳むの？うん、それは残しておいてくれ。じゃあ、うん、それは取ってほしい。